さあそこのプリンセスホテルから、はい、我々はあそこに泊まっております。はい、泊まっております。さあじゃあ今から冒険の旅へ、はい、ここのままで行きましょう。とりあえず銀行だね。そうだね、銀行でお金を下ろせるかどうかをちょっとやってみて、チャレンジしてみたいと思います。プーリーバンク、プーリーバンク見つけました。プーリーバンク行ってみます。はい、お母さん引き出せました。やりました。一つミッションクリアしました。はい、さあそしたら、はい、次とりあえずお腹空いたよね。お腹空いた、お腹空いたのでどっか行きましょう。はい、はい、今からせっかくなんで韓国事務所ツアー、はい、第1弾ということで行ってみようかなと思いますね。 K-POP アイドル目指してる方もフェノレア TV 結構見てくれてると思うんで、はい、せっかくなんで、はい、おパパとおママだけじゃつまんないと思うんで、はい、そういうところも見せて いけたらなと思います。じゃあ行ってみましょう。傘があるでしょ、これ。ねえ、ここで待てるんだもんね。ねえ、横断歩道の前に日傘があります。ケースターロードをもう少し進んでみましょう。カンナム、カンナム。レオンちゃんのケースカーロードが始まりますよ。おばさん、ちょっとカフェ発見したんですけど、ちょっと進みます。ね、はい、スパークリングサマーとカフェラテ6500ウォン。こっちも6500ウォン。いただきます。はい、おフルーティー、フルーティーだけど爽やかな柑橘系の味がします。果肉も入ってる。おしっかりした味だね。ね、おいしい。じゃあカフェラテ。カフェラテ。なんか濃そうだよ、色からして。うん、うん、確かに。美味しい、香ばしくて足しそうよ、足しそうよ、めっちゃ美味しい。BTS ありました。あ、おもさん、今から JYP に行ってみたいと思うんですけれども、はい、ちょっと場所が遠いので、うん、タクシーに乗ってみようかなと思います。行ってみよう、ね、初挑戦、うん、タクシー、はい、タクシー来た、来たけど行っちゃった。はい、タクシーに乗ってみたいと思います。はい、タクシーに挑戦。どうやって捕まえればいいんだ。
てくれるのかな。うん、雪道聞いてみますか。さあ、おばさん、はい、とりあえず、はい、食べ物屋さんに入りました。全然タクシーが捕まらない。全然タクシーが分かんない。もう分かんないことだらけだね。バスも分かんないですね。バスも分かんなかったね。おお、こういうのが出てきました。おばさん、この写真でね、インスタグラムね。そう、インスタグラムを QR コード読み取って、これって、これって、そのこれ、これは読みしてます。これ、これは、はい、これを2って読みして、2プリーズ、2プリーズ。いや、かなり冒険だ ね。韓国語を喋れない2人が、ね、これ入ってる風じゃないけどさ、ランチだよ、ランチ。ついてくるのかな。ついてくるのかな。うん、なんかお茶、麦茶じゃないけど、なんだろうね、これ。いただきます。天茶？天茶ではない。おお。はい。そう。これの匂いだね。あ、そう。確かに、これの匂いだ。うん、ご飯をユッケに混ぜて食べてください。なんかご飯は粒粒入ってる。本当だ、何の粒粒だ。じゃあちょっとやってみて。はやっぱこれトッピングなんだよ。トッピングなのか。いただきます。はい、うまっ。うまい、うん、これだけで美味しい。これだけで美味しい、うん、おお。ゆっくりだけ食べてみたい。あ、うまっ。マシっそよ。美味しい。美味しい。ここにトッピングしていきます。トッピング、トッピングしていきます。でね、ちょっとね、例えばタクシーのやつを入れてたんだって。1回忘れた。どこなんだ。カバーって121回、1400円くらいで入れちゃいますね。呼べばいい。呼べばいい。すぐ言いますよ、タクシーを入れたら。必須だな、これね。ドライバーは6分以内に到着します。3152283128、オレンジ色のタクシーが来ます。ほんとこれみんなアプリ入れといた方がいいね。アプリがない状態で捕まえようとしたけど、タクシーことごとく失敗したんで、
これは必須と思われます。そう考えるとタクシー安いよね。うん、すごく安いんじゃない。安いね。今回はさすがに断られないでしょ。ね、行き先も告げて、行き先ももう登録してあるからだよね。わざわざ行ってんだもんね。乗れました。よかった、よかった。 So very hot。Very hot, yeah. Very, very hot. Aircon more, okay? Yeah, okay. Okay, thank you. Thank you. Korea taxi price very cheap. Japan very expensive. Yeah, yeah, yeah. 安いよね。JR four piece. Headquarter. Red cup. Red cup. JYP. JYP. Park Jin Young. Oh, yeah.I know. タクシーに乗った方が早いですね。うん、きっと帰りもタクシーで帰る。そうだね。大阪、下関、お東京、お仙台。仙台。JYP のビルです。ここが、おお、あれからレッド。ああ。レッド。レッドコップ。はい、レッドコップ。韓国はタクシーが必須ですね。そうですね。うん、これだとさ、うん、呼んだ時点で支払いも完了してるから、うん、お互い安心だね。安心だね。うん、確かに。OK、OK。あ、見えてきた。レッドコップ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 。Yeah。OK。OK。OK。JYP です。すごいですよ。やっとつけましたよ。はい、JYP エンターテインメントでございます。はい。まあ、会見だけ見て終わりですか。うちとか売ってるところ、あんた書いてあったもんね。はい、JYP の前のスタバで休憩です。どうしよう、スキズに慣れてきちゃったら出てくるかい